<laughs> <laughs> マージーっっもう最初に <laughs> ちょっと焦っちゃったいきなり聞かれてどうしようはいということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはマージーさんですお願いしますよいしょきゅんです <laughs>

キュンデスよーっていうな感じで。まだキュンデス出てる <laughs> 出てるですね。させていただいて,て。さていただいてて、そう。めちゃくちゃ。はい。あの、今、ハロウィン前なんですけど。あ,あ、そうだ。撮影が。でも、27日もうすぐで、ハロウィンパーティーキュンデスもあるんで、そこに向けてかなりバイブスも。 高まる勢いな感じで、感じてます。これがすみません失礼しました。個人的な感じで、M J みたいなやつですね。いや結構リアルになんかそのまあ見てる方は気になってると思うんですけど、まあまあとりあえずぶっクむとやっぱり2年間いなかったな。 年間 Where are y o マジでいいっていう感じだったと思うんですけどこれについてまあ結構聞いていきたいなとなるほどね何でいなくなってんで急に帰ってきたのかみたいなのがめちゃくちゃ聞きたんですよ聞いちゃっていいですかありがとうございますちょっとですねハートが旬になっちゃって旬だったなるほど にうととねそメンタルが旬になっちゃって結構みんなもあると思うんですけどやっぱステージで出てる人とかアーティストのみんな聞くとねそういうメンタルのアップダウンであるスポーツ選手もあると思うんですけどそれがまさか自分に起こるなんて思ってなかったしそれでそんなにしばらく出なかったんだそうしばらく出なくてトータルでいうと1年半ぐらいいかね DJ もやってなかったし まあぶっちゃけ SNS、LINE もインスタグラムもあの開いてなかったですね。だから実家にずっといて、はい、ワンちゃんとキュンキュンしたりとか、<ー>そう今までこの DJ の生活でできなかった生活というもの、本当、はい、実家にいました。はい、地元にいてうんうん、うん。そうなんだ。ずっと家にいてみたいな。ずっと家にいて、でもやってることは変わらなかったですよやっぱ音楽にキュンして、あ<ー>まあ外をこうウォーキングして、めっちゃこう。 なるほど。ありがとうございます。でも、帰ってこれたから。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.Thank you. 結構早めにインタビューさせていただいたんで、多分まあマックガフィンさんとかもされてるとは思うんですけど、結構フレッシュな。もぎたてマージー。もぎたてマージーだ。なるほどですね。果物感も溢れてるから。そうですね。ジューシーな。ジューシーな。そういう感じで戻ってきたって感じですね。ちょっとこう、若かった、まだ売れ尽くしてない食べ頃ではない。 マがすごいフレッッシュでアイザクに会うこれれがもうすすすごごいいそねここの後ろ側につけるのもなんかねあれですけどねこっち前じゃないっちですよね。 これこ前のスターなんだ。これそうマ,マーマイは前だと思ってたんですけど<れ>アイザック支援で逆だなって思ってましたね。<laughs> <か> <laughs> ちょっとこれで、ね、俺頑張って視界が結構 <laughs> 視界に障害が出ちゃってあのやりづらかった。今納得できた。<laughs> ありがとうございます。アザマリスィ。アザマリスィ、はい、は。 アザマリゼィはですね、あの、なんて言うんだろう、天から降ってきたお言葉というか。おなるほど。あの、純粋にこの私生活でアザースとか使ってたアザース、アザース、アザースって言ったのが、なんか、アザマリゼィっていうふうになんか合体した時期があって。ウケんな。アザースっていうのと、あの、アマリゼィです、よろしくお願いしますっていうのが、なんかこう面倒くさくなっちゃって。 アザマーゼーってっても最初にこうあえて嬉しいっていうのとマーゼーですっていうのを伝えたからあそういうことなんだアザマスにマーゼーさんじゃなくてもアザマスとマーゼーを掛け合わせアザマーゼィーでも自己紹介と挨拶とアザマスを全部含めてるってことです感謝も含めてあえて嬉しいっていうのも含まってるそういうことなんだそうなんですよなるほどですね意味わかんないで言ってるってなるとちょっとね向こうも困惑するけどこれを見てくれたみんなはアザマーゼー使っていただけたそうですねこれで使えるですねアザマーゼィーマーーこれですこれも <laughs> <laughs> 反応早いアイザック。分 <laughs> 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 かりた。大体あの時間間が空くんですよ。アザマキュンですって言ったら、はい、あどうし、あキュンですみたいなんです。<laughs> 今アイザック病で来たからやっぱ。<laughs> <laughs>

TikTok とか、はい、あの見てあのインスタもほ、はい、の他の人の投稿とかは見てないんですけど、はい、こうリールとかもずっと見てて自然にアイザックがキュンしに来ちゃってこうもう入ってきて入ってきて <laughs> でこう7月の頭ぐらいにこうやっと復帰したんですけどそこでもうアイザックすぐインタビューしてもらいたいなってう、はい、もう単純になんか戻ってきたっていうのを。 アイ哀クを通じてこう知ってもらいたいそこに選んでくれたんですね。いやありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですよ。めちゃくちゃみんな見てるから。いやいやや。指さしてくれて本当気分いい。いやいやありがとざいます。こちらこそ。そっか。いやだから俺はこそはめちゃくちゃ見てたから。そっかお前。おい。いや消える前ですよもちろん。消える前ですけど。消えるって今お前。いるんだからお前。 今戻ってきたんですね。そうそうだそうだ。<laughs> そうだったそれは。ちょっとあれですね。部署言ってたわけじゃないからね。<や>消えるって。いや,いやない。で俺マジでそっちだと思ってた。そうだよね。勝手に。てかあのユーチューブのコメントとか <laughs> インスタの DM ほぼそれなんなんで捕まったんですか。<laughs> <laughs> でもそれでも。 普通に考えたら必然的かなって本当になか誰にも伝えずにこう自分シーンから消えてったから。そっか。そうですよね。もう自然に、あら、あいつなんで捕まってか。いや、そうなっちゃうですよ。でも、だからこれを通じて、それ言えて嬉しい。よかった、よかった、それ俺もそれでよかったし。消えちゃってた。いや、でも、そうだよね。そうですね。やがてなかったんで。 何の話俺が見てたあそうですスニーカーショッピングとかもそうだしんかんかその俺的には俺最初は誰か分かんなかったんですよどういう人か分かんなかったけどそのヒップホップシーンのコンテンツだと YouTube とかめちゃくちゃ出てきててありがてやっぱキャラ強いじゃないですかすごいんかやっぱ覚えるから一回見ればありがとうテンションとかもそうと思うしんかんかそういうなんていうんですかねんかやっぱそのヒップホップ <laughs> ヒップホップのシーンで、はい、なんかそのアーティスト、はい、プロデューサーだけじゃなくてこういうなんか MC だったりとかんなんかそういうなんていうんですかね お仕事じゃないですけど、立ち位置みたいな方って結構少ないのかなって。いあとは渡辺翔子さんとかも、その立ち位置になるかもしれないですけど。なんかそういう、はもちろん違う方向性と思うんで、なんかそういうのかってなかなかなかったんで。そうです。そうです。だから、結構珍しいし、やっぱ、なんていうんですかね。俺もなんか、あ、どういう方なのかな、何してる人なのかなとかも。思ってたし。それも含め、いろいろ話して。ありがとうございます。はい。あ、思ってたんですいや、すや、イエンタウンですよね。イエンタウンです。でも、イエンタウンの前は。 プロパープロパーペディグリーっていいうはクルーに入っててでそこのまあ大半がもうイェンタウンに入ったって自分はでも後追いで入ったんですけどはいそうす入っちゃった入っっちゃたノリでちょっと見た話だと遊びまくってたら声かけられたみたいそうそうそううも単純にこイェンタウンにいた仲間がやっぱクラブにみんな毎日のようにいて自分も毎日のようにクラブ行ってやっぱメラメラしてたんでギャルちゃんどこだよおいおい 20た半おはようって遊ばせろよってハーレイとかビジョンとかね。そう言ってた時にやっぱ近くにいた先輩とか近くにいた人がイエンタウンにいて紹介してもらってって感じで。も本当ぶっちゃけプロパーにいた時期はモニペッツジャンクマンも見てた側というか一方的にしてたからイエンタウンに入ってみんなと会ったって感じで。あそうだったんですね。 あの別だったから、キラーもめっちゃ自分の、あのやってたパーティー。ソルファーでイグノアというパーティーやってたんですけど、そこでもう毎回キラー呼んでたり。あ、キャンディータウンも、その頃呼んでた。みんなで呼んでたから、キャンディー呼ん時、十何人いて。そうですよね。キラーも五六人いて。むちゃくちゃ多いな。多状態。楽屋パンパンじゃないですか。楽屋、楽屋ない。楽屋入るか。フロアに全員こう、こう、うろうろしてる感じの。超懐かしい、本当に。 どれぐらい56とかだから18年前ぐらいえええじゃあもともとは DJ から入ってイベントも主催してみたいなことそう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 だっ DJ 自体は18ぐらいから始またてはいああなるほどっすねでも全然ヒップホップじゃないえあと僕バンドやってたあバンドやってたんですかで DJ やってたんですかどういうことバンドはもう遊びで あのコピーバンドやっててずっとロック好きだったから、はいまあ、その流れであのロッなんか当時ね本当ロックのイベントってはやってて今みたいにヒッップが主流なんですけどなんか渋谷で激ロックとか、はい、いろいろそういう。はい ックの音楽がかかるイベントでみんなこう合唱したり、うモッシュしたりというイベントがあって、そこに出てましたね。あ、そうだったんだ。自分たちロックのイベントやってたんだ。そういうことか。そうそうそう。そうそれがスタートすそれがスタートのマージィーの。マーゼィい。えその頃はあのマーゼィー、MA、今、RZY なんですけど、なんかマジーでやってました。MAJI でやってました。あ〜マジーマジー

本当中学時代、までもずっと音楽親の影響で聴いてたんですけど、はい、本当 j p o p もミスチルとか大好きだったしでもがっつりこう音楽っていうふうに認識して聴き始めたのは誰だろうな、もう本当まあ、でもエミネムが一番やっぱでかいですよね<ー>やっぱそうっすねねエミネムは、ね、まバンドももちろんその前から結構聴いてボンジョビとかそれこそ聴いてた<ー>クイーンとか昔から聴いてたけど。 こう中二ぐらいでこうやっぱカルチャーとして好きになったってね。好きになって、50セントオフコース好きで。なるほどですね。っていう感じですね。で、そこから、まあもともとバンドも好きだったから、洋楽のリンキンパークとか、まあグリーンデーとか、プリンクサム41とか、メロボはそこら辺聞いてた感じです。なるほどですね。まあでも確かにそっか、リンキンパークとかちょっとなんかラップのあるものですもんね。そうそうそう、要素。いやそうですね、あるですよね。デイジーともやってたし、そうですね、確かに。そっかそっか。I love Linkin Park。 俺もめちゃくちゃ聴いてたす高校生の時聴く,、ね、くっすねあれはえみんな聞いてたいやーでもさすがにまあ俺は国際化っていうところに行ってたんでうん、うん、その国際のまあでもほとんどの人はワンディレクション聴いてたかなあのそうなんですそうですまあ俺もワンディレクション聴いてたんですけどワンディレクションの話聞いてまあそれでんか友達の紹介でリッキーパークとか聴き始めてそっからがっつりなんかそういう、えー トッスじゃなないい世代ではもんね人気パークは多分世代ではないからちょっと前ですちょっと前です2000だって2000年前半ですよねそうそうそうだからちょっと前の時いたわけですはいあの誰だったんだろうラッパーだったら俺が高校する交換はあんまりっすねどうなんだろうあんまり話せなかったと思う日本語はないです特に多分聞いてたのはでもあの頃あれもう本当に最初の方の あのケンドリックラマーとかじゃないですかね。たぶん2013年14年。そうですそうです。多分それぐらいだったと思う。高校生。えぇそうなんですよ。れやないや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 。言うてもそんな意味分からずに聞いてたんですけどね。スイミングプールとかはめちゃくちゃ好きだったし。お前がハイスクールの君がスイミングス。おは。結構いや、そうなんですかね。やっぱり結構ハマってたっすね、めちゃくちゃ。 キッとインクとか。青春、思い出すって、なるとその辺なの。睡眠、そうですね。スイングプール。あと、キッとインク。お前が。はい、はい、はい、わんみちが好きやった。そう、中西さん。そう、流れさんから、流れさんですね。もう、高校思い出すんだ。高校思い出すです。やば。めちゃくちゃ思い出すです。違うね、やっぱ、違うっすか。うん。

が結構メインストリームなツアーとかね。ねが今のマージィのなんていうの、ベーシックなバイブに繋がってる。やべ今ちょっとマイク舐めちゃった。やべこれ大丈夫これです、ね。これこれです、ね。いや <laughs> だマジで高校時代とか <laughs>、はい、もうずーっとパンクロック。 まあメロコアとかライブマイケミカルロマンスとかいろいろリンキンとかいろんなアーティスト海外から来るたびにライブ行ってていいえすごいなああ絶品やってたんですねリンキンとかそうやってたやってたマジっすかあの辺日本武道館のとことにかくロックのライブにずっと行ってた結構エモい系でやってたんですよね高校生の時はむちゃくちゃ。 もう完全エモか固め隠してみたうそうそうそう。そうちょっとアイラインとか引く時も。はいてなるほど。今までもあれ v 系とも違うんだよね。ビジュアル系、日本のビジュアル系とは違う。日本で見たらビジュアル系になるけど、自分がインスパイを受けてたと思う。エモロックですよね。こっちですね。そそそ確かに確かに確かに。そうなんだ。リアルではその世代だめちゃくちゃ、めちゃくちゃロッカーやら、むちゃくちゃロッカーやら、今からは考えられないけど、そうなんです。 <laughs> また舐めたんだ <laughs> 危ない危ない,危ない <laughs> 舐め舐めで <laughs> ありがとうございますあじゃあ,えじゃあそっから DJ はえロックの DJ? えちょっと待ってくださいそう最初はロック、はい、ロックも DJ っていうあれがあったん,あるんだよねそれ知らなかった俺も全然知らなかったでも まあそういう現場もあるし、でもミックスの感じとか違うですね。ああ、やっぱそっか。なんか小説とかも違うから。そうっすよね。つなぎむずいみたいな。難しそう。難しい。えとギターとか毎回変わっちゃうから、だかそうそうそう。リズムも変わるそうっすよね。めちゃくちゃ変わるっすよね。そうそうそう。ループじゃないじゃないですか。ヒップめちゃくちゃループじゃないですか。そうよね。そうっすよね。一定じゃないから、こううわみたいな。だから基本的にその時はこう曲を。 終わりまでかけて終わり際で次のイントロほぼ DJ じゃねえなそれ言えねえよそれおいアイザック突っ込むなそこ掘り下げんないやなんか DJ? みたいな派手なマーク見えちゃってんじゃんもうそれぐらいでやってでまあ大学卒業してでそっからもうがっつりじゃないけどちゃんとこう最初ほんとエレクトロはい EDM とかってことですよね。うんうんうん。でも、EDM にも、あの、BLACKEIDE PIECE とか、HIRDA とか、LMFAO とか、なるほどね。ヒップホップとエレクトロミュージックが、こう、すごいちょっとポップよりのヒップホップが、そう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 。はいはいはい。あの時期に、めっちゃこうグッて DJ 始めたんですね。そういうことか。わかりますかわかりますかあの時代ですね。わかりますわかりますわかります。なるほどですね。え、イベントやろうと思ったきっかけとかあるんですかなんか友達と。 えっと、自分が一番最初に、はい、まあ、友達とか、こう、身内でちっちゃいのをやってたんですけど、ちゃんとこう、うん、自分でやり始めるようになったのは、あの、y e n t o に d j ジャムっているんですけど、はいはい、プーディーサーと DJ もやってる。はいはい、その方に、うんうん、あの、とりあえず、マリーズさ、どうなりたいのって言われて、え、<laughs> I wanna be big! って言って、<laughs> もっともっとでかくなりてんだ。<laughs> もっとキュー広めてんだっていう思いをこう伝えてたらもう絶対イベントやった方がいいって言われてくれてでもうそっから1年ぐらいですねでその時始めたイベントの趣旨はまあ絶対デイイベントでやってで未成年がちゃんとこうクラブ音楽とかヒップホップを触れる機会とかこう現場を作って。 でなおかつこう若いフレッシュなラッパーとか呼んでこうモッシュさせたいその頃そこまでこう今みたいにライブでこうわーってなるカルチャーがね。今だったらこれが普通なんですけど当時ってそういうカルチャーないからなるほどすねその US 向こうのバイブスライブのバイブスっていうのをこっちにこう浸透させたいというかとりあえず暴れろモッシュモッシュみたいな。

行ききる前のキラーってすごいいい時期だこう徐々に徐々に徐々に上がってる時に一緒にやらせてもらってためっちゃ嬉しかったああそうだったそうそうそうへえなるほどなえそん時は一人ではできないじゃないですかやっぱりパーティーとかってむちゃくちゃ大変なイメージなんですよめちゃくちゃ大変ですよねしかも2か月に1回ってやらなきゃいけないからやっぱチームとか作ってたけどそれがプロパー いやそれはイベントは個人でやってた。で、そそそそううううでプロパンはブランドやってたんですよ。服とか洋服出してて、でみんな DJ とプロデューサーがいて、で曲もリリースして、洋服も出してて、ヌビアンで置いてもらってて。ええすげえそスライド。スですね、緩いですね。大丈夫です。ベロン めちゃくちゃ飲みに行くじゃないですか。もう、ははははは i はは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 。すみません、失礼します。で、あの、え、何の話だっけいや、あの、あれ、個人でやってた。で、プロパやって、リビアに服を着たっすね。で、ちょうど、そのはやってた時代が、エイサップが出来始めたあのコムデス・ファック・ダウンとかの帽子とか出て、うん当。 なんかハイモードみたいな、ハイバックいああなるほどですね。なんか流行った時代。ああじゃそういうもの作ったんですか。そう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 。なんだ。ちょっと俺わかんねえか見たかったな。ね。そうそういうのも。で紹介します。ぜひぜひぜひ。今もそのブランドはあるんですか。今はやってないですよ。やってない。そう。それ今個人個人で、は服作ったりビット作ったりで、DJ ももちろんして、でもパーティーはあのたまにですけどやってますね。プロパで。 なるほどねそうなんですよじゃあ結構やっぱその DJ とかだけじゃなくて服とかイベントだったりとかすごいなんかいろいろやってるっすよねやってるかもそうですよね、うん、そこの一番のやっぱあのモチベーションみたいなやっぱビッグになりたいっていうさっき言ってたと思うんですけど深井、うん、ビッキュンビッキュン樋 <laughs> 新しいな深井 <laughs> ビッキュン,もう,ビッキュンもうビッキュンだったらここじゃなくてもこれくらいでっけやったもう,もうちょっとだけかやったらこれくらいでっけやったわじゃん深井 <laughs> <laughs> もうで深 <laughs> ビック犬ですね。ビック犬ですね。ビック犬。大きいンを伝えていきたい。なるんですね。のが一番ですね。そう。なんかそういうなんかどっからそういうなんかなんていうんですかねやりたいみたいな昔なのかなどういうところがそうしてるんですかね。いや目立ちたがり屋だったかもやっぱ。やっぱそうだったんだ。Of course. Of course. Yeah. じゃないとカメラの前で指してなんて言わないよ岩崎君でこの帽子も被んないですよね多分ね。これもう邪魔だこれもう。 何なんだよ、俺さっきからよ。で何だっけ？いやメラチアガ歌うのもめっちゃ好きだったですね。そうだったカラオケ大好きだし、ステージの前立ちたい。で何ができるんだろうと思いますなんなんでそういうふうに思ったのかとかわかります？ええもうえもう単純にライブが好きだったからかな。ステージに出る人を見る機会が多かったとか。中学生の時。 もうそれが一番最初に行ったコンサートが中,、うん、あの中3の卒業時期ぐらいかな、うん、友達のお姉ちゃんにカニエのライブ誘ってもらってめちゃくちゃやばいっすねそれやばいでしょ中学生ぐらいわあやばこの話切り札でもそれで結構自慢かも、はい、そうですよね中学生にカニエウエスト見れたそれはやばいよかった えそれはどのぐらいのアルバムの時期だろうあれ、カレッジ・ドロップス。あ、マジでそう。カレッジ・ドロップス。マジにあれですかスイチマン最初の。ジーザス・ウォークとか。ヤバッオーマイ・ガーッオーマイ・ガーッボン、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 ジーザス・ウォークイェイ me down ウ r e レッド・ミ・ダウンいや、そっか。あの時代、マジ最高だよね。やばい、ヤバイ。いや、カニエの曲はいつ聴いてもなんかぶっ飛ぶっす。そうだよね。あの頃の曲もそうだし。 聞いてたんだ。<や> <laughs> いやでもなんか当時ではなかったしむちゃくちゃその時期には聞いてなかったと思うんですけどやっぱそのヒップホップとかに好きになるとカニエを避けて取ることは絶対できない間違いない、そうナンバーワン。マジでどんなふうに政治とかいろんなこととかいろんな人のいろんなイメージあると思うけどやっぱ音楽に与えた彼のななんんんてうですかかね影響っていうのはで間違いないから音もやばいしだからもう今日も聞いてたんですけどむちゃくちゃ好きっす。普通に ビキュンビキュンいやそうだカニ日本に来てたんすねそれしかも見に行ったのやばいっすねその頃だって今より来てるよ絶対ああそうっすよねあるけどそこまで今ほどないしそうっすよね確かに確かに確かにある程度来てたと思うそうだったのうんうんなかなかね来てるけどライブとかしないっすねそう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 いうそうそ見るうそ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 うえうそうなうそ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 そう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 そ

それが確かに。ホンステージ見て、いろいろライブ超行きまくったから、見られる側になりたい。なるほどっすね。その欲が出ましたね。でも、最初は歌じゃなくて DJ 選んだ理由とかはあったバンド目したのか。バンドのときはボーカルだったボーカルやってたんですけど、でも、自分たちで曲とか作ってない。そうですね。カバーやってて。だからもう、本当曲作ろうとか頭なかったかも。とりあえず何が一番最初に目立てんだどれが一番簡単に。 人前に出てモテれんだっていうギャルちゃんのね視線集めれんだっていうとこを自分で考えたらやっぱ DJ が一番手っ取り早いというかああそっかそうやねやっぱ当時とかもすでにあれなのか DJ のこのななんかんていうんですかねモテるじゃないですけどそういうのあったのかなあったでしょうまあですよねあったでしょうそうですよねもう口頭で言うだけでねモテてと「俺 DJ だから」ーつ その時代だ <laughs> そっか冗談そんなチャラついてはないと思うよ <laughs> 当時の時代もうちょいかっこよさき気使ってたと思うよねその毎週ね通ってたわけじゃないんだ <laughs> チャラ箱とかに <laughs> そういう人間ではなかった <laughs> <laughs> 訂正したいのそういう人間ではなかったあんど捕まってはない <laughs> そこだけはアイザそこだけはぜひみなさんちょっとしっかりしてもらって <laughs> <laughs> そこだけは もう強調しすぎて逆に怪しまれる。そうですね。確かにで逆に言わない。逆に言わないっていう。ですね。あでも本当そう。単純に人前に出てそう目立ちたかった。ええなるほどね。ですね。そういうことか。だから本当それまでてかぶっちゃけそのプロパティグリーンの時ももうジャンルで言ったらベースミュージック、ダブステップとかまあドラムベースとか本当こう。 ベースミュージックなんですよね。だけど、このエンタウンに入って、がっつりもう一回ヒップホップに、こう、なんていうんだろう、注目、自分もフォーカスして、音楽をやるようになったっていうきっかけですね。なるほど。その時はあれですよね。えいうちさんのバック DJ とかもしてたは、結構あったのは、そう、あと。エンタウン始まって結構後に入ってて。あ、そうなんだ。そうそうそう。そうなんですかそうなんだよ。あ知らなかった。そう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 。沖縄で、もともと活動してて、で、 あの、KZM、ンタウンにいるんですけど、KZM が、あの、連れてきた、簡単に言うと。あそんな感じそう。そんな感じなんだ。あの、やばいラッパーいるから、あの、プロデューサー、ビデメーカーのチャキさんに紹介して、入ったっていそれまで、誰も知らないええうちのこと。え、そうなんだ。今、あんなんですけどね、すごい、すあの、誰も知らないって、音楽的にも、テレビもあるし、メンバーがああ、そんなに知らなかったってことか。 状態で入ってきて、ねえー、やばいじゃん、やばいじゃん、えー、はいはいはい、そうそうそう。え、イエンタウン入った一番最初の頃は、うん、どういう活動してたんですか、メインとしては？イエンタウン自体あのマジーさんがイエンタウンでです。あー、マジーがイエンタウンでは、はい、何もやってねえな、特に。<laughs> <laughs> あれ、思ってたのと違う。<laughs> そこつくなよお前よ。嘘、嘘、嘘。でも簡単に言ったら <laughs>。<laughs> はい簡単に言ったらあのいや普通にエンタウンのイベントを定期的にやってたんだよねヶ月それこそ2か月に1回ぐらいソーシャルクラブって今ない渋谷のクラブでやってたんですけど。 そこで、もう、インタウン主催でやって、キラーも出て、インタウンに行って、DJ も5、6人いるから、みんな DJ してっていうイベントを定期的にやってたっていう感じで、なるほど。別に自分がメインで動かしてたとかじゃないですけど、イェンタウンとしてはそこで活動して、特にバック DJ とかないから、本当ねメインで動いてるのって個人だったかも。そう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 。なるほどですね。じゃあ、インタウンはもともとはそういう DJ とかイベント系の。 その動き方を知ったってことイすン、ね、エンタウンの中でヤンンタウンそうですね,ですね本当 DJ ですね、はい、イベントイエンタウンのイベントで DJ してたりこう一緒にまあモニペッツジャンクマンとブッキングされたら一緒に行ってっていう感じですねヤイヤンエンタウン自体はレーベルなんですかあれはレーベルクルーっすねクルーかヤイヤン ダウンからリリースされてる曲もあるんで、まあレベル、はい、まあレベルというよりもクルー、クル<る>、はい、<ー>あ大きい枠ですね。なるほどですね。はい、そういうことだったんだ。割とこう個人個人で動きつつ、はい、そうですよね。イベントで一緒になったり、こう作品一緒に出したりっていう流れがありますね。はい。なんかいろいろまあこっから、そう例えばあまあデエンタウンに入ってとかもいろいろあって、はいはい、まあ MC の仕事とかも。 まあ、はい、ずっとされてると思うんですけど、はい、まあ、例えば、アザマーズィっていう結構番組とかもあったじゃないですか。アザマーゼィ。マジで、どういう番組みたいな。<laughs> <laughs> 結構アザマーゼィーみたいななんかしかもだいなんか説明番組の説明を見たら分かるみたいな説明だったんですよ <laughs> めっちゃふわっとしてたよね当時 <laughs> そう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 あれはななどういうなんか K はブロック FM っていうラジオ番組、はい、ラジオ番組っていうかラジオ局、うん、インターネットラジオの局があってそこであのプロパペディグリーの番組を持ってたんですよう毎週こうミックス流したり、まあ、トークしたりっていう番組をやっててうん、うん、でその流れであの、まあ、ブロック FM が言う YouTube やってるからそこでちょっとアザマージーっていうなんか番組アザマージーを広めていく番組ああそういう番組だそうなんですよそのラジオ内でも結構アザマージーアザマージーとか言ってて多分意味わかんない人がいっぱいいたんで何を言うとんだアザマージーってさっきもみたいに説明すればわかるんですけどだからアザマージーを広める意味でもちょっと知ってもらおうかなみたいなマージーの世界観をみんなに ビジュアルでちょっとシェアできたら嬉しいということで始めさせていただきました。なるほどね。はい。なんかそういうその自分が前に出て番組やるっていうのはやっぱそこが一番最初だったんですか。そうですね。一番最初ですよね。そう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 。ですね。さっき DJ ミックスだったりとか、なんかそのダンスの動き方とかダンス講座みたいなやつやってたね。はい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 。それとかでインスタグラムとかでやってましたね。そうあのミゴスのダブとかが流行った時ここでこうここでこう。みたいなやつです。One two three。 ーゴーみたいなやつった、ね、<laughs> そうめ、ねね、<laughs> ちゃくちゃ<う>みんなこれやってし アメリカの高校生ムーい、じ懐かしい。懐かしいな。その時代。その時代のなんかこれとかね。これもあったですね。懐かしい。そういうムーブを日本に広める。はいはいはい。まあブラックカルチャー広めていくっていうのが目的でしたね。やっぱ自分の音楽と自分のなんていうんだろう。ラ、なんていうだろう オーラっていうかキュンキュンのオーラを伝えたいキュンのオーラキュンのオーラっていうのもなかなかその新しい言葉だった俺はなんとなくもうバイブスで捉えてまあキュンだろうなってまあキュンはキュンでしょみたいなュ強い時それもあるちょっと一回やってほしいキュンすごいあの吸収が早いんだよねアイザックやっぱり めちゃくちゃ素晴らしいね顔も全部入れないだなと思ってやっぱりリスペクトも込めないありがとうございますマルですそうした方が伝わるもんねそうですねキュンがキュンがねっていうのはやっぱラブとかピースとかってことですよねラブピースおいおいおい何やっちゃってんのそっちおい撮影中だよお前びっくりしたスタッフさんだった今誰か入ってきたとか思ってゴートゲートとっつバゴン 深うけんだ深井そう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  YouTube なるほどですね深キュンを広める深井グピースがもうマイジーの根底にあるなんていうのバイブスっすねはいはいわかりやすく言ったらそうっすよね深井あーお菓子ねいいよいいよとって食べんのかよおいあるたやん すいませんねちょっとスタッフそういう時もあるねそうなんですよそっかそっかでんだっけキュンが根底にあるあってそれを伝えたってことですよね自分にもうみ込ませたいっていうのもある口に出すことによってやっぱりこのこう もっと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 来てってそうなんですよそういうことさ外に出すことによって自分に来るってことで自分にリフレクトリフレクトするカルマみたいなそうですなるほどキュンカルマキュンカルマだからキュンデスって言った方がキュンデスな出来事が降ってきてるへえかなりかなり降ってきてるそうです最近のそういうキュンデスの出来事になった何だっけちょっと焦っちゃったいきなり聞かれてどうしよう えーとですね、キュンな出来事。なんだろうね。まあでも単純に言って、はい、あのこう、マージーが、まあ七月ぐらいに戻って、はい、まあキュンですって、まあ。うんうん、その前、前、もあの言ってたんですけど。はい、でも、こう、もう一回、このキュンです、キュンですって言ったら、ちょっと古いじゃないですか、ワードで。あー一般認識で言ったら、やっぱりブームって、ね。<laughs> 三四年とか前なのかな。そうかもしれない、ね、そうそうそうで、あのー、まあよく言われるのがキュネーってやったらそれ古くないってたまに言われるんですけど。あ、そうなんだ。でもそこで説明してます。<え>こういう<え>あの思いで伝えたいんだって。うんうんうん,うん、うん、だからあのー、キュンですって言ってくる。 言ったおかげでこうやってアイザックとも出会えてこう番組に出れてるし確かにイベントも出れるようになったしって感じです。キュンが全部僕をキュンが全部構成してます。なるほどですね。アザマージュいいです。アザマージュ。ア俺が忘れてどうすんだよ。おい。おい。アザマージュです。いやいやいや。え、そっからスニーカーショッピングとかしたじゃないですか。やってましたね。それはなんかあれなんですか。自分でこういう曲やりましょうみたいな。ああいや。 そういうわけじゃなくてそれも一緒に、はい、あの企画してもらってなんで始まったんだっけ忘れちったのもでもマクガフィンはああいう企画をやりたいって、はい、多分あの選んで選抜させていただいて選抜させていただいたってもうおかしいけど、ね、<laughs> あの選んでいただいいそれでやるようになりましたね。ゲゲスストトとかはは自分が 割と選んでたかな向こうの候補もまあ見つつ自分でこうやりたい人ピックして選んでたっすねこの人とやりたいこの人とやりたい。はいだからそうっすねそうみんな割とこう知ってる人とできたからめっちゃやりやすかった。そうですよねノリが全部違ったっすねしかも一人一人結構もろかったっすね。ただ宮地は初対面めちゃくちゃやりづらかった。初対面だったんだれ。そうだよ。ああ今だから言うぞ宮地やりづらかったよ。 <laughs> 確かにおもろい何か何とも言えない感じだったですね。独特のテンション持ってるの分かるしょ持る。持ってるし持ってるあれ最初だったからマジで読めなくて、はい、俺どっちでやってんだこいつはおい。本番中だぞでも <laughs> やっぱおもろかった最終的に作品になった時にやっぱすげえおもろい,はい,、はい。そうですよね やっぱさすがっす。他と違ったっすね、なんかね。違った。めちゃくちゃやりづらかった、これ。ダメかな、いっちゃうこれ。いや、もう言っちゃっていいじゃないですか、それは。今だからね。今だから言うとね、その時はね。はい、てるし。そうですね。え、あのーも面白かったんだよな。あの、ラルフとの会で。そうなんかこうやって、なんかカメラに向かって歩いてくる、よくわかんないシーンやったじゃないですか。あれは何なんですかあれはアドリブあれ、アドリブっすね。そうっすね。ルフも、でもこれ、言わない方が、まあ、言わなかったらカットでいいんですけど。 アパレルで働いてたんですけど、ホールでそこで一緒だったんですよ。あ、そうなんだ。お店違ったんですけど、ショップの店員で働いてて、原宿で遊んでたら仲良くて、ほんとまだその頃もラップ始めたてぐらいの頃かな。あ、そうだったんですそう。だからほんとびっくりした。おっきくなっちゃって。そうですよね。ラップスタ優勝して。ラップ優勝して。あ、そんな前からのつながりだったってことな 割とこう昔から知ってる人がこうやって大きくなって活躍しててうれしいですね一緒にやれてることがめっちゃええなるほどんかいろいろ多分マージーさんのキャリアなんかでいろんなあると思うんですけどんか一番のトップのモーメントとワーストのモーメント聞きたいなあワースト捕まっちゃった時かなバカ野郎ダメだよそっち持ってっちゃおアイザックあれあれれ <laughs> 出しすぎうさうさういやちょっと待って <はい S 1> どうしようかな <はい S 1> えトップモーメ,メント聞きたいですはいーワーストモーメントってい何バットトリップみたいなとか,とかなんかいろいろあった時期とか、えー、なんかまあその空白の期間っていうのはあると思うんですけどまあ,まあなんかわかりやすいなんかこうなっちゃった きっかけなののかかかかととトリな焦るほどねまあそれこそ言ったらそのマリジーがそのシーンからいなくなった、まあ、原因はもう単純にもうキャパオーバーになってしまったという感じですねもうキを溢れ出しすぎてこう容量がもうオーバーになって iPhone であるじゃないですか1か月1 1000円で買えますか<笑><笑>みたいな。 ももうそれもずーっと買い続けてやっちゃってる通信制限制限でもう,もう課金課金で <laughs> 話が意味わかんないことになっちゃってるけど <laughs> でもそうなんか,もうかりやすく言ったら要領オーバーそうそうキャパオーバーしてそそそうそうそうだから、まあ、でも当時ってめちゃくちゃこうキャパーオーバーしてるけどこうやってる自分はめっちゃこう楽しいんですよ。 やりがいあるしあそうあめっちゃこううわめっちゃこう忙しくて楽しいと思うんですけど、うん、ある時ほんとプツって切れて、うん、でまあこう人前に出るの嫌になったりとか自信持ってこうプレーできないマインドっていうのが続いてあもうこれだめだっていうふうになってお休みしようってなりましたね。お休みして <laughs> 本当1年ぐらい、いや1年もった、半年ぐらい音楽聴けなくて、いいや、そのレベルだったんです<う>か、音楽から離れたいのに、みみそ,れもそれまでずっとこうめっちゃ好きで好きで毎日、たあのー、耐える暇なく聴いてたけど、本当、それぐらい距離置きましたね、音楽もいいもんっつって、<laughs> やだーっつって <laughs> その時もマインドもかなりンだったっていうふうに今見れば感じれますね、ああその時 DJ にも戻れないと思ったしそう人前にもう出れないだろうなっていうえそんな顔だったんだ、不思議、今こうやって見るのが、ね、確かにそれを救ってくれたなんか,とかあっのあでももちろん、一番はやっぱ。 近くにいる親がやっぱでかいし,しめちゃくちゃでかいですね。とかあの、まあ、返事はしできなかったけどみんながこう友,友達とか生、うん、がみんなメッセージを送ってくれていつでも戻ってこいとかもう泣いちゃいそうこんな話ら <laughs> やめてよ <laughs> そういう番組じじゃゃないいんそううのもありかなと今回は。超嬉い本当に周りのみんなが気遣ってくれたかげで戻れるバイブスになれた。それがめっちゃでかいですね。なるほどですね。やっぱ人とのつながりとかが一番きかしい。それが一番重要っていうか人間最終的にそこっすよね。そうそうそう。人っすよね。 かっこいいその人がファッションかっこいいとか音楽かっこいいとかあるかもしれないけど、うん、やっぱ根底にやっぱ人が大事だっていうのを実感したモーメントでしたね。うん、めっちゃだから本当 バッドモーメントであり、本当気づけた。あそって周りにめっちゃ恵まれてんだっていう気づけた瞬間だからどっちも合わさってるかも。ハイブリッドな感じハイブリッド感じだ。ハッピーモメントはキャリア的ありすぎるな。まあですよね。いやですよね。え、なんかその。毎回毎回ハッピーエンド。いや、その言い方いいな、めっちゃ。毎回ハッピーエンドやばいっすね。ちなみになんですけど、なんかその。なんて言うんだろう。なんか自分の。

全然イエーイでそのんか変わった瞬間なのかはいはいはい大きな自分の転換期みたいなったんですか DJ としてもそうだしキャリアマーゼーとしてのかなマーゼーとしてのキャリアああどうだろうね DJ でもいいしでも まあエ t チのバック DJ でうん、うん、こういろんな自分一人でももちろんあのいろんなね各、うん、場所各地方 <laughs> 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 日本語出てこないですって言わ使いすぎてもう <laughs> ワードがそうあの各地方に行かしてもらった自分でももちろん行くけど、はい、その本当行けないとこにも連れてってもらったり、はい、そうしたっていうのをう結構。 でかかったし、はいろいろこうやっぱ人と出会えたっていうのでかいですねうん、うん、やっぱそういうことかいろ、ね、んなとこ連れてってもらったりそうあと、まあ、それもあるしなんだろうな、ね、まあでも 音楽関係ないけど、やっぱりアメリカ行ったっていうのが、マーゼの R ができた部分かも。R ができた。The origin of R is. Yes, that's the one. That's what I'm talking about. So, what I'm talking about. 十九かでしたっけ？Nineteen nineteen、years s nineteen e y old, little kids. Yes, sir. え、なんでアメリカに行こうと思ったんですか j u s t ースバイ s ス、ジュースバイブス、ぶっちゃけ。あの親も行かせたかったみたいな。あ、そうなんだ。そう。ありがたいですよね。ありがたいですね。マリー、ズ開いてこいみたいな。あ、そう行くのか。とりあえず、お前、開いてこい、マリー。ズ。あの今までマジだったけど、マリーズになってきちゃうなみたいな。そんなバイブスもあったかもしれない。私自分もまあアメリカ カルチャーにずっと触れてた音楽もそうだし、ファッションもすげ好きだったし、その時本当メロコアのアブリル・ラビーンとかのパンクバイブスもアメリカのものだったし、もうとにかく行きたかった。で行けたことによって、やっぱなんだろうね、本当マーゼィが、一言で言うとマーゼィになったって感じ。おおや、アンレディー。レッツゴー何がやっぱ違ったんですかうわ、これ全然違うなって。 もう本当に分かりやすく言ったらあの人対人ってなった時にあの、まあ、自分の主観ですけど、うん、日本でこう初めて会った時ってある程度フィルターがあるように感じるんですけどう向こうってこう目があってうもうまずこう相手のことを褒めたりとか,確かにもう普通に日常的に挨拶する、する、うん、歩いてきて知らない人にも「o d グッモーニング」みたいな「ハブ・グレ d デ y みたいな確かにカルチャーとかがすげえよかった。 それめっちゃ感じましたね。お互い声かけ合って、いい言葉かけ合うことによってお互いのバイブス、モチベーションが。それ一番からとかも、人になんかビビらなくなった、喋るときに。それがでかいですね。割と最初から自分出せるようになったから、それまで結構シャイだったけど、なんかしょっぱなから。え、シャイだったんですか Really shy, very shy boy. 本当に A little, little shy boy. <laughs> <laughs> いいってんだ <laughs> ナレーもでそいやでもあのステージだ出るの好きだったしあのずっとサッカーやってたんですよ、はい、小学校から高校まで、うん、だから、まあ、こう目立ったりかっこいい風に見られたいとかっていうのはあったけど <laughs> なんかしょっぱなからは出せなかったかもあんまり<ー>徐々に砕けてってな、ね、っ,てうったんだけど。 向こうでこう開けて、もう自分出していいんだなっていうふうに、なんか分かったっていうか、制御が、鍵が外れて、アンロックされて、マーゼーみたいな。ありがとうございます。マーみたいな。そこでもう、変わった。なるほど。オリジナルのバイブスとかキャラクターとか、本って人間性がさらに開けた。はいはいはい。アンロックしてね。アンロック。なるほど。かなりターニングポイントだったんですこ やば。そうそうそう。いいっすね。人を、人間として。<laughs> はいはい。 成長できたた気がし自分の中なるほどすね確かに結構ファッションとかね結構まあまあそのマーゼィを語る上においてファッションは絶対に外せないと思うどういうあれなんですかそのファッションのんかんかインスピレーションだったりとかんか意識してることなのかとか意識してることをそうですねまあ自分まあ本当分かりやすく言ったら去年そう一番ねこうあのみんなに。 洋服からも「キュンです!」って発言しなくても「見てキュン!」って伝えられるようなまあカラーとかまあ今日こういう感じとそうねそう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  セン p o パー。マルディを知れるファッションを見て知ってもらいたいって感じ喋らなくても。なるほどですね。そそそううう特にインスピレーションとかないですかかとりあえず何を基準に選ぶんですかポップって言ったけど色とか緑とかめちゃくちゃ多分着るイメージあったんですけど。なんか自分はメディアとか見ててやっぱ 好きなアーティスト、ラッパーとかブラックの人多いから向こうの人の着こなしっていうのをインスタグラムで見てるし色の何て言うんだろうこの色彩カ、はい、ラーのこう見え方っていうのがなんかすごいんですよね色の組み合わせとかこの色とこの色組み合わせんだみたいな日本に普段ないやっぱカラーリングとか、はい、そのごちゃ混ぜな感じがすごいやっぱ。はい ロンドンとかスタイルにめっちゃ衝撃、ね、ロンドンも一回行ってめっちゃ衝撃受けたでも一週間だけ行って友達のとこ訪ねてうそう向こうの人のカルチャーファッションやばかったヨーロッパは特にそうっすよね,絶対ねカスタムとかみんな英国からあ<ー>あのジャケットの後ろにペイントしたりとかえうーすげそ 超かっこよかったですね。そうな割と音楽がバックボーンにあるかもですね。やっぱ。そのラッパー見てたら。ラッパーももちろんだし、まあバンドのみんなも。まあ昔のバンド辿ってたりとか聞いてたやつ。そこからこうインスピレーション受けたり。そう、サブリーラビン。そうだし。そう、昔の。はいはい。でもいいし。はいはい。確かにむちゃくちゃ。むちゃくちゃ。あの。 なるほど、確かにね、わかるすむちゃくちゃピンクだったりとか、むちゃポップな感じですね。うシャフルだったりとか、シャフルみたいな。ねそうそなるほど、サイバーみたいな。エレクトロのバイブスもあるしミックスが一番好きなの。ストリートヒップホップもハイモード、全部まずロンドンもメリカもみたいな。そういうこと。ごちゃ混ぜよ。ごちゃ混ぜですね。ごちゃ混ぜ成り立ってるのが、すごチャマゼ。ゴチャマゼ。 マルズむちゃくちゃ使いやすいなか何にでも使えるっすねマジでそれがかなりねキュンなエピソードと言っても過言ではない何でもつけれるおはようございますマルズよろしくお願いしますマルズごちそうさマルジとかねいただきまマルズーそうそうもう全部感謝と念が詰まってるとかそれめっちゃ嬉しいっすね確かにそうすね初対面で使ってどう大丈夫かな全く知らない状況で使われたらどう思うんだろうあでもあ 変わってる人だなないや俺はまず俺偏見を持たないっていうのが俺の中で一番重要にしてるんだねそうです今回のこういうのとかもそうだけど今回のとかもそうだかもしれないですけどまず俺ゲストで出るの嫌な人とかいないんですよマジで誰でも話聞いてみたいみたいなマジでそのレベル心広い っていうのがあるしですもっとに合うしやっぱなんかねの本の表紙で決めないってすごい重要だなって喋ってみてどういう人なのか知らないとんか別にね外側からです分かんないのなんていくらでもあるからいろいろ多分俺の今回のんかこのいいですか靴下びっくりした。 なんかその番組とかもそのなんていうんですかね割とその多分賛否いろいろある人とかも出てるんですよ何人かね発言した話とかもあるしいろいろ出てくれてる方とかもいろんな人もいるしいろいろあると思うんですけどそれも俺は全部ひっくるめて話を聞きたいってタイプなんで全然なんか俺はどういう人なのか知るっていうのは楽しいありがとうございますマージさんとか特にそうだしめちゃくちゃ話聞きたいなと思ったんで。 すごい上手アイザック何ですか回しが <laughs> いや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  <laughs> いやでもね今度、はい、マリズィもアイザックインタビューしたいから来てくれるんですかイエスイエスイエスちょっイねアイザック知りたいやっぱうーもうずっと見ててはい

いいですね、いいですね、しゃ喋ってみてね。やるよ、うするわ、俺も。対面ではいはいはい。アマーゼィー。大丈夫だよね。いや、やっちゃった方がいいと思うんですよ。てか、むしろ、先に出した方がいい。それで、なんかそういう偏見がなくなってければいいよね。そう思います。偏見が一番よくないと思うんですね。マジでそこだと思う。それいいね。俺も伝えたかった、それを。 そこは感じてくれてる気がするし、ま話してもそうだしと思うし、フィールしてて、って思うから、どうなんですかこっからなんかこういうことを特にま今はま持ってきたばかりだと思うんですけど、近々なんかこういうことをやりたいとか、こういことやなんか考えてことあるんですか？ありまくるよお前言えねえよこんな社長やお前、さすがにね、言えねめっちゃあるっすね、やっぱでも一番はこのま言ったらブランクを開けてもう本当 DJ だから自分はもう DJ に専念するまあ今年も少ないけど不起死からもうほ DJ のことしか考えてないです常に常にどういうつなぎしよう常にどうやって沸かそう嘘ですかっこつけました DJ ってどうなんですかねでもあのまあこれやってない人に言うとまあちょっと面白いかもしれないけど常に曲聴いてるときに この次絶対これくるっていうのが自分の頭の中で思いつあそ,のそういうかエクササイズなんだ。そうエクササイズ。あ、<ー>なんかやろうとしてないけど自然にこの曲聞いたときあ絶対これ次なみたいな。これ、ねはいはい、なんかコード感とかちょっとドラムの。 リズムとか、なんか似てたりとか、絶対これ合うっていうのを自然にいつも考えてます。常に、これだけをカッコつけさせろ、ちょっと言わせろ、DJ としては。そうですよね。でもそういう思考していると思う、DJ も。自然にですよね、仕事柄っていうのもあったそうすよね。だから、めっちゃ好きですね、それが。あ、これ絶対これやん、次は。で、沸いてる。 あのお客さんイメージするみたいな。で、メモしたり、この次これ行きましょうとか言って。そう忘れちゃうから。確かに、確かに。そうですよね。え、どういう、なんかその曲とかやっぱ DJ だから、ディグル、めちゃくちゃできると思うんですけど、なんかどういうディグリカしてるんですかディグリカはもうみんなと一緒ですよ。Apple Music、Spotify、Soundcloud、その3つですね。鉄板。サン条それはもう何、特に新しいプレイリストとかも聞くみたいな。めっちゃ聞きます。あと、あと、

なるほど、ね、いやでも結構そのディグリ方とかめちゃくちゃなんか結構なんかめっちゃ言われるんですよ俺とかもなんかその俺もね別に DJ とかじゃないまあそのヒップホップの業界でいろいろやってるからってもら思うんですけど <Of course. S 1> なんかオススメ曲なんですかとか<ー>どうやったらオススメ曲見つけれますかみたいなめっちゃ言われるんですけど、うん、いや確かにむずいなみたいな俺毎回思うんですよね。 まあなんかサフォーとかないもんね。なんか割と振ってくる。そうです。あれなんかこれ聞いてみたらいいとか。そうです。なんか流れててシャザメとか。そうね。そうっていう感じだったから。なんか DJ のそのなんかあんのかな。いやいやいや。Actually, I'm searching on a SoundCloud and I'll see y ちょっと字幕めんどくさいね。今からこうなると。いやいやいや。 やっぱ差別化したかったらこう帰ってきてやっぱもう一度思ったのはサウンドクラウドやっぱ熱いですね。やっぱサウンドクラウドなんだ。Yes! ですよね。やっぱ普通の人じゃ普通の人っていうディグンなか <laughs> ディグンないとやっぱ見つけられないリミックスとか <laughs> エディットオリジナルの,あの、まあ、例えばあ例えばレロウズ b バートの JustWannaRock のテクノリミックスとかうそういう面白いエッセンスをやっぱ聞かしたいからサ <laughs>、はい、ウンドクラウドぜひ見てほしいですね。うんうん そうですよね、うん、DJ やるっていったら絶対サンクラウドサンクラウドも必須っすそうですよね、はい、ミックスとかもそっかやるんですかやっぱ自分でなんかちょっと入れたりとか打ち込んだりとかですかああ曲作ったりってことなんかそのさっきテクノリミックスみたいなそういうリミックスとかあそうですうわー今んとこないですけど、はい、あの近いとこにコッシーっていうビートメーカーがいあってそうあのー ずっと一緒に近くにいて、彼とプロジェクト始めたいなというふうに。おお、めちゃくちゃやばいじゃないですか。コシさんの名前、めちゃくちゃ最近聞くっすもん。今日ね、コシビートタグね。エイデンとかのでも聞くし。そうそうそう。そっちで音楽のプロジェクトも来年考えてます。今、DJ 専念して、ありがたいことにブッキングもしてもらってるから。 マリゼィの今帰ってきてどうなんだよマリゼィ。こっからがすっごい楽しみなかったですね。みんなに見せたい。やばいっすね。え ?DJ って時になんかまず DJ って沸かすのが仕事だと思うんですけど、なんかどういうの意識して曲のつなぎ目だったりとか、どういう曲流すとか、何を基準になんだりとかしてるんですかなんだろうねキュン以外にってことまあもちろんキュン以外にもも。キュンも必要だと思うんですけど。も必要だよね。これが一番にくる。もちろんね。そうですね。愛を伝えたそうなんですよね。だと、あ自分が大事にしてるのんだろう Uh, smiling. スマイリング。<laughs> 重要ですね。むちゃくちゃ抽象的だけど、でも、わぁわぁわわそうですね、まあ。見てる人的には分かんねえな,なって。細かく話せってことだよね。<laughs> おい、アイザック。伝わったぞ、おい <laughs> 抽象 <laughs> いやそう <laughs> あの大まかに言った、今。そう,そうですよね。でも、なんだろうな、ね、やっぱその空間を楽しくしたい、うん、めるために、なんていうんだろう。 一番重要だっと思うことは、自分が一番楽しむこと。ですああ、そっち、そっか、ですよね。確かに。that's what i'm talking about.。that's what i'm talking about.。that's one qun.。中年 smile。はいはいはい。を見せることによって、それが、えっと、リフレクションして、向こうの人に反射して。あの、楽しさが伝わる。イコール、自分も知ってもらえるし、これが伝わることによって、み、みんなも qun。してくれるんだって。 その遠いなおい気づかないとこんな感じでしょそれが伝わっての一つの空間っていうものがその日めちゃくちゃいいものにできるって思ってるからそれを伝え自分の時間で伝えるっていうふうにしますなるほどそれが一番でももちろんできない時もあるですねまあ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 やっぱ人間だからその日乗らなかったりとか全然ある。 そっかそれも含めてマルシーだと。マルシーですね。みんな落ち込むし。まあまあ、そういう時マルシーもね。いや、あれっすよ。そりゃそうっすよ。それも伝えたいね。やっぱみんな人間なんだ。うん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 。それもありき、アーティストありきかなみたいな。こういう時あるし、あいい時もあるしみたいな。うんうん。でも今めっちゃいい感じですね。マルシー来てね。来てね。 <laughs> なるほどです楽しんでほしいうん音楽を確かにそれを。 どうう楽ししまませるかってていいにつも思考すなるほどですね、これからのね、マーゼィー DJ が幕開するということなんで、はい。アマーゼィってことですけど、マーィーってことで、DJ 以外にも多分いろいろ活動、マックガフィンとかも出てたと思うんですけど、これからは、その DJ 以外の活動はどういう感じの予定だったりとか、DJ 以外だと、やっぱマーゼィメディアに出るの好きだから、YouTube、もちろん自分のチャンネル作ってやっていくっていうのもあるけど、お世話になってるマックガフィン。 はいあのー、めっちゃキュンしていきたいという感じですね。これから楽しみにしてもらいたいのはインタビュー企画もね<お>あるんでちょっとここだけで言うと、はい、あの東横界隈に行ってきました。おおあの東横ですかやばいっすね そういうニッチなところもぶち込むんですね <laughs> かなりですねもうあれはもうザ東京のカルチャー確かに確かに僕が思うに今のジェネレーション世代をね担っていくまあ俺らで言ったら中学ぐらいの時こう小ギャルとかはいはいはい下ろいて焼いていくギャルカルチャーみたいなとか流行ったりとかいろいろあったんですけどはい、うん、お姉系お兄系ギャルとかあったんですけど今東横です、うん、今東横なんだこの令和は東横ですねえー、僕が見てる感じだとなるほどっす、ね、かなりフィールしてますあそこの,あのなんて言うんだろう 事物というかカルチャー、はい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 、はい、なんか単純にこうネットとかでバカ騒ぎしてたり、はいはいまあまあこう悪いことがピックアップされてニュースに出てたりするんですけど、まあ確かにそういうの多いかもしれないですね。そうやっぱあそこにねなんかあるんだよ。 ええなんかあるんですね。なんか俺もなんかいやなんか東横キッズという単語しかわかんないから。キッズね。行ったことないんですよまず東横に。はい新宿っすよね。新宿歌舞伎町です。歌舞伎町だ。はい。そっからマジで行ったことないし見たことないから全くわかんないです。行きましょう今度。行きたいっすね。連れてきます。やばいっす。自分スキで見学してました。マジっすか。はい。そのレベル散歩お散歩し。いやそうなんだ。東横カルチャーだ。東横カルチャー別に自分があの。 なんて言ううだろうファッションとかインスパイアを受けてるっていうんじゃなくて本当にカルチャーができてるはい、はい、出来上がっているっていうか、えー、まああのー、あそこにこう溜まってる若者たちっていうのはやっぱキュンがねシェアキュンしたいんだよねみんな。う,んこう普段にいる環境でシェアできない自分だったりっていうのあそこにいる人って。 だとこう隔<ー>たりなく喋れるんだっていうキュンがあるんだっていうちょっとこの前インタビュー行かしていただいたんですけどはい、はい、まあそれも動画で出ると思うんですけど、はい、なんかねすげえ良かったんですよね、ええ、触りだけ触りだけ <laughs> どういう感じとかなんかちょっとああいやでもね本当なんて言うんだろう何が良かったのでもマジでみんなこう普段 あのーまあ、学校行けてない子とかまあそのなんだろうね本当にいい意味で何も気にしてねえやつらがめっちゃいいなっていうのとうんあ本当にうんなんだろう通常のこのソーシャルよりももっとこう近づけるっていうかな、うん、なんだろうな共通のなんかねふわっとした理由がみんなにある気がしてここに来る理由っていうか何か求めてたり。うんうん、こう 親とかに言えない悩みとかをそこの人だったらあの相談できたりとか、はい、もうなんかねあそこにいて分かったんですけど、うん、すんげえ入れ替わりが激しいんですよねもう人のあそうあ<ー>あ一定の人がこう固まるんじゃなくていろんなわけ合つがこうグルグルぐるぐるしてるから多分出会いがすごいあるしなんかそのみんながなんかあったかいなって思うっていうことを感じましたねはいはい、はい、へえ面白いですね あの本、ー、当ツイッターとかでたた、はい、かれてる炎上めっちゃしてるじゃないですか自分が知ったのはその列がきっかけだけどはい、はい、なんか見に行っていくうちになんかカルチャー根付いてんなみたいなんだでファッションで分かりやすく言ったら地雷系なんですよねやっぱ、はい、あ地雷系だそうそうそうそれは共通してみんな行ってましたどういうファッションスタイル持ってるのってみんな地雷地雷です<ー>地雷です地雷です,雷でーすみたいな。 お <laughs> <う>なるほどっすねで。俺の周りに生活してたら、うち、地雷系ですみたいな子って、あんまり自分から発言すること出会わないから。確かに俺も会ったことないぐらいかもしれないです、ね、そうそうそう。なるほどっすね。ーストリート系なんだ、え、地雷系うちではみたいな、あんま見ない。もちろんそういうジャンルあるの知ってるけど、自負してるっていうか、うん私らは地雷系です。そのファッションの共通点とか面白かったですね。なんか東ーキッズのファッションの。 ニュアンスが分かったというかその辺もちょっと楽しみうわー、ちょっとそれでめちゃ楽しみですねめちゃくちゃ楽しみなんかやっぱささっきも俺も言ったっすけど偏見を持ってなんかいろいろ読んのすごいよくないなって思うんでやっぱ実際にまだ行ったことはないですけどちょっと一回マジ見てみたいですなどういう感じなのかっていうのめちゃくちゃ見たいしそういうディープな部分東京みたいなのを見たいなってめっちゃ思うんで確かに、t h のヤングカルチャーだと思うからー。 なんか渋谷って別にジャンルなくないですかあんまないっす深どうなんですかねまでもストリートとかヒップホップとか系のビーボイ系の人もビーボイビーギャー系も多いけど別にそれだけじゃないから確かにちょっとミックスですよね深井ミックスミックスそうそうそう確かに確かに全国的にやっぱ東横キッズって広まったから確かにね何なんだと確かにこれは結構ひも解いたら面白そうですねなんかあるんだよ絶対 今後の活動は <laughs> あのインタビューしたいね。えー 番組見てマナマージさせていただいていやいやいやマナマージーママージさせていただいてそうなんか本当とインタビュー前からいやありがとうございます勉強になりますありがとうございますマジでえじゃあここからインタビューもインタビューめっちゃしたいねそうアイザクほんやりたいですぜひちょっと楽しみにしてて楽しみにしてくださいリ皆さんリスナーの皆様ねいいっすねアイザク掘り下げるからゴリゴリぐちゃぐちゃにしてやるなんか意味違いけぐちゃぐちゃにしたいじゃん終わるってみたいいやもうね人間としてもう全部さらけ出してい だフルチンだよアイザック次さっきフルチンで出るとか言ってたけど心フルチンさせてやる今度まあじゃ自分を出したいですそうですよはいそっかじゃあインタビュー系あとはインタビューとか突撃系突撃系だどうしょ何聞いてんの何聞いてんのだまあでも音楽だけに関わらずやりたいのこだわらずかあくまで自分がこのヒップホップのベースの にいいる人間ととしてろんな例えば秋秋葉葉原原か日本の秋葉どこだろうね、大阪だって面白いところいっぱいあるしグリコの会話とかね。ザ日本のああいうんだろうなホットスポットみたいなの世界に見せたいみたいな。

あれバイスみたいなうんペースと違うけどなんかこう特殊なりてて掘り下げってそう掘り下げ特殊系ディープー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 ディープ,ーィープー行きたい東京の<ー>ディープモーわかんないちゃんと言えよお前 <laughs> 深まりい。深まい。ディープマー深ズン。深深ープマーリズン。深まりマーリズン。深まりマーリズン。そういうとこ見せていけたらな。自分を通して、日本の面白い部分、カルチャー。めちゃくちゃ面白そうですね。そうそう。だからテレビには映んないような見せたいな。持ってます。はい。わあ楽しみですね。楽しみです。あとはもう本当 DJ。全国行く、そして世界も行く。世界も行きたい。世界行きます。おー。12月も。 11月は中国。はい、中国。決まってます。やばや。上海と四川と重慶ってとこ。へぇ、はい、12月は韓国。 マジっすかやんここと一緒に。おぉおまずアジアを制覇していくみたいな。はい。アジアもっともっと行きたいですね。やべー、楽しみですね。絶対頼るわ。やってるぞ、俺。全然最後、キュんじゃん。やってるぞ、俺。俺は俺な全然最初と違うじゃん。キュンでーす。から始めた。頼るな見とけ 最後オラオラで終わっちゃう趣旨違うからそうですよねキュンでキュンでそうですでもそういうマインドそういうことですねぶちかましてやるそうですけねそのマインドでキュンをキュンを振りまくってことですねそう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 なるほどですねそうなんですよわーなるほどですね世界に 世界の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 と界の世いの世界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 のて界の世界の会界の世界の世界の世の世界の世界とか界、ね、の世、ね、界 <Yes, sir. S 2> の世界の世界の世いの世界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 のン界の世界い、ぜひチェックしてもら界の世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 はいまた次回お会いしましょうやっの世界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 のっしゃー Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs>